総理大臣。総理が中谷大臣の答弁を補佐することも多く見られたが、その総理自身も戦火が及ぶ蓋然性について総理のご見解定義をお伺いします。まずですね、この我が国が武力攻撃を受けた、これは、蓋然性についてはですね、まさに、ちょっと待ってください。はい、はい、今答えをしますよ。はい、ゆっくり、いや、その私の時間ですからね。はい、はい、これはですね